セリーグの交流戦勝ち越しヤクルトだけなのくさ。ミニ2018やな。今日は極端な試合多いな、ほぼ全部か。阪神は西武にだけ強かったんか。西武に弱いのチュニドラだけや。阪神交流戦再開もあり得るのか。オールスターは近本細川は確定で、筒香とサンタナ争ってるけど、どっちかは落ちるのかわいそうやな。筒香取ったのもあって横浜は DH ありのビジターのが強い。セリーグは近年稀に見る団子やな。もはやマダックスくらいでは話題にならなくてくさ。交流戦ホームラン王争いサンタナ、オースティン4、万波、栗原さん。その他体勢に、もう少し打てや。ボール関連は大瀬良みたいなフライ打たれまくる投手が、あんな数字残してる時点でもうお察しだろ。交流戦は大体こうだろ。世話最大上振れしてかろうじて勝ち越すだけでほぼ草刈り場になる。セリーグはヤクルトだけちょっと良くて他は団子で、交流戦前に首位の阪神がどん底。まあ普通交流戦でこんな成績叩き出してたらかなり厳しい状況になるはずだから、まだ運がある方かな。とはいえソフトバンク残してるし、終わってみたら意外と差がついてましたってこともあり得る。セリーグ球団の交流戦成績は団子状態だから抜け出すチャンスなのに、小笠原には本当にがっかりした。援護がないとよく言われるが、誤配してる理由をちゃんと考えた方がいい。今年のセリーグ貯金10ぐらいで優勝しそう、多分ずっと接戦状態な気がする。今年に限っては抜け出しそうなチームがおらん。セリーグどんぐり比べすぎてどの球団ファンも負けると最弱球団名乗るから何も参考にならん。セリーグはどんぐりだから交流戦で抜け出したチームが優勝するとか言ってたら、交流戦でさらにどんぐりが加速してない？ヤクルト横浜も参加してきて、もう何が何やらだよ。順位表、巨人余裕はないけど、セリーグは広島以外はうんちだから、A クラスも B クラスもありそう。万が一日本シリーズに出ても、今年はバンクに4立て食らう罰ゲームだな。ほんとこんなに負け続けてセリーグ順位が最下位やないと奇跡だよ。こんだけ負けてるから偉い順位やろと思ってみたらまだ2、しかも、2ゲーム差。セリーグ弱すぎやん、大丈夫か？直接対決ないからゲーム差が全然離れてなくて、ある意味阪神にとってはラッキー。このままの調子やと日本シリーズ終わってるけどな。これでも順位は動かない。素晴らしい、素晴らしきかな。セントラルリーグチナ広島、これでベイスターズはセリーグのベスト4に進出。 A クラスとは 1.5 差。混戦と言われながらなかなか入れ替わりの少なかった上位と下位、このあたりで突破口を開けたい。